もうね、日本共産党がやっちゃったよ、これまあ俺はね、入れないけど、日本共産党信者いるのこれやっちゃったんじゃないニンテンド黙ってないよこれ。日本共産党、これ。なんて答えるのこれ。なんとね、日本共産党が、ピカチュウそっくりのマスコットを選挙に、 使用してると話題になってるってこれ。これやばいでしょ。日本共産党これ。これな、これピカチュウじゃないのこれ。これを使ってね、任天堂が日本共産党を押してるみたいな。やってんだよ。これ誰が入ってるか知んないけど、日本共産党人気が入ってんだよ、これ。ピカチュウの。 ニンテンドーたまったもんじゃないこれ。訴えた方がいいと思うよ。だ日本共産党ね、こうやって日本共産党がピカチュウの、これを勝手に使ってんだから。うん。ニンテンドーが日本共産党を押してると思われても、ね、こうやって見た人はさ、あ、ニンテンドー押してんだと思っちゃうじゃん。日本共産党のことうん。だこれはちょっとやばいっすよね。 で、これ、本当に、訴えられるんじゃない日本共産党。うん、いや、これ、怒ると思うやだって、日本共産党をしてるって、で、恥じゃん。日本の恥じゃん。日本共産党をする押すなんて。で、大会社ね、ゲーム業界でもトップに君臨する、任天堂が、日本共産党を、そう、裁判してもいいと思うよ、うん。もう、これはさすがにね。 ハゲ野郎が当初ハゲてなかった。いや、これはマジでないわ。これじゃあ、なんで、じゃこれ任天堂やったら何て言うんだよ、これね。ピカチュウじゃなかったら何て言うんだよ、これ。な日本共産党はよ、これピカチュウね、任天堂は訴えられたら何て答えんだろうね。それは聞きたいよね、日本共産党の口から。 選挙でよ、ピカチュウを連れてきやがって、共産党。許せねえよ、俺。足元関係ない顔とか一緒だろこれ。色も一緒だろ、おめこのほっぺのやつもさ、一緒だろ、これ。全部一緒だろ。 最新落ちるじゃん落とせよじゃん俺はよこういうよ任天堂のピカチュウを使ってよ選挙活動してる日本共産党が許せねえよ落とせよおい上日本共産党を、ね崇拝してんだったら落とせ誰も言わねえから俺言ってやるっ言ってんだよ落とせ早く 万人だって本望だよこっちはや、運営やお、にゃやれこういうよ日本共産党みたいにピカチュウで、パチモン使ってよ許せねえんだよ俺はや運営落とせ早くやらクズがよ日本共産党。こんな使いやがってよ、ピカチュウの 切れるでしょそれ。これ選挙じゃないじゃん。任天堂のね、ピカチュウのパチモン使ってさ、票を集めようとしてるクズじゃん。それなんでかわかる政党に興味がないからだよ日本共産党なんて。誰も入れないからだよ。だから任天堂のピカチュウを使ってさ、選挙活動するんじゃんで、なんなの 誰もやねえから言ってやるよ。だって誰もやらないでしょ、これ。誰、誰も、誰か言う人いんの、これ。ピカチュウのこと。日本共,共産だ、使って。ねしかもあんま人いないしね、これ。見てよ、これ。何人で、これ。10人もいないんじゃない日本共産のピカチュウ使っても。任天堂のハ、ね、恥になっちゃうじゃん、これ。全然人いないじゃん、ピカチュウ使っても。このハゲしかいねえじゃん、これ。こんなの。 このハゲしかいねえじゃん。あと、このね、こいつとこいつしかいねえじゃん,、うん。あ、に、日本共産党をばかにゃ、そうなのえ、じゃあ、カバオくんで、日本共産党の信者。ええー、そうなんだ。こんなことをしてね、票を稼いでる、好きなんだ。カバオくんって。 初めて知ったよ。税金も払ってないのに誰を批判するとか、いやね、選挙権ないお前がよ !41 年間選挙も行ったことねえよ税金も払ってねえカバが何が日本共産党をかばってんの気持ち悪いんだってめえおいさえぐさ決めえよお前 政治舐めてんじゃねえぞ、てめえ。お前が日本をね、まあ、お前の人生の生き様と一緒だよ、カバを。なこんな奴を擁護するとかよ、日本共産党よ。気持ち悪いんだよ、お前、うん。やばくね日本共産党とかよ、カバをね、擁護してるとか、お前。うん、頭いかれてんじゃねえの 税派で選挙権もねえやつがバカだから日本共産党擁護するんだろうなカバオは頭おかしいんだよねこういうことはああね任天堂も黙っちゃないと思うよこれ,これ任天堂も本当に訴えてい,い意味で日本共産のこと、うん、これ訴えだとこんなピカチュウ使われてんだから 黙って共産党にじゃあ次の話題ね次の話題は